南シャチバナナ畑の一番高いところに来て、バナナ周りの草むしりとか笹をカットしたりしてるんですが、まあ、下の方は込み入ってて自分にも何がどうなってるのかはっきりはわからないほどです。だいたい上の列にはあと2段目の何区画かにはムサドワーフナンは植えておいたんですが、まあ、そちらの周りにはハワイのカポホソロパパヤの種をバラバラバラっと撒いたのでたくさん出ていますね。まあ、冬は難しいかもしれませんがね、このままにしておいて様子を見るつもりです。2ヶ月から3ヶ月前にはもっと早めに抜いた苗をサンルーフの方に持って行って、こういうふうに密植状態ではなく2、3本ぐらいずつ植えてはあるんですね。まあ、そこから残ったものがあればまた山に戻してというふうにして、まあ、できれば通年ロジエットできるように仕向けることができればなぁと思っているんですがね。それでここにフイリドワーフナの輪が出ているんですね。これはストレス斑ではないですね。この葉身の下の方にこういう斑が入るのは、これはドワーフナムワの斑入りのパターンの一つでシンプルですが、こういう斑入りのはなかなか消えなくて大きくなっていっても残るんですね。割とこちらにも出ていますから、もしかするとここの山の高所ではムサドワーフナムワバリエガータフイリドワーフナムワを繁殖させることが可能かもしれませんね。まあ、今年から来年にかけてどうなるか見ればわかると思うんですがね。そこに見えているのはムサ・リトル・プリンスで、これはもう体幹越冬性がついたみたいですね。そうして割とこのバナナ苗は背丈に比して花茎が太くてたくましく育つんですね。まあリトルプリンスというかねあんまり変なこと言うと失礼ですから、まあたくましいプリンスとして育つんですよね。もっと下の方にはバナナイスラエリー、ムサイスラエリーとムサボリビア、イスラエルバナナとボリビアバナナを並べて植えておいて、どれぐらい、まあ大体知ってはいるんですが、同じ総子サイズで結実するであろうということは知ってはいるんですが、一応確認のためコンクリート区画隣同士にですね、そこに見えているのが、それがイスラエルバナナ、左の方のやや小さいのがボリビアバナナで、まあ一区これぐらいのドワーフタイプのでしたらね、一区画コンクリート、こんな小さな一区画
で結実するだろうと見ているんですね。あとはだんだん下の方に行くと、トカラ島とかいろんな大きな苗が植わってるんですが、この場所からはよくは撮影できませんね。この前はこの斑入りは確認できていなかったので、まあ越冬して成長再開して秋になって斑を復活させたのかなとも思いますがね、よくは分かりません。あと今度の冬ですね、うまいこと越冬してまた来年斑入りを維持したまま成長すれば、これは斑入りドワーフナムワとしての成長並びに繁殖に期待できそうですね。